2000、地球の波動を高めるために地球にやってきた9歳の光の子ジョセフについてお話ししました。一緒に過ごす間、私も生徒になります。これがこの子供たちと一緒に働く喜びなのです。ジョセフは私たちが彼の無限の光のビジョンに取り組んでいる時に天国の領域で最近体験したのですが、全てが同時に起こっているので少し混乱したと言っていました。その後、私たちは宇宙が時間を超えて無限の可能性を持ってどのように機能しているかを彼に見せていたと話し合いました。別の体験では、ジョセフは雲の上に立っていてなぜ落ちないのかと不思議に思っていました。それから別の雲に大きな穴があるのを見て、またなぜだろうと不思議に思いました。神がその穴から覗いているのを見た時に答えがわかりました。彼は私に、神が考えていることは何でも起こると言いました。その後、神が地上の何か、例えば人や国に焦点を合わせたいと思った時は、いつでもそこに雲の穴が自動的に開くと説明しました。別のセッションでは、ジョセフが日本のいくつかの場所を見たいと思った時、雲の穴が開いて彼がそこに行くことができました。最近、自分の思考に注意を払うことに重点を置くようになって、神が考えることは何でも起こるというメッセージは、実は私たち自身に関するものだと分かりました。神の存在として、私たちは皆、自分の思考を出発点として、望むものを創造する力を持っています。しかし、思考のループに陥ったり、脅迫的な定時の思考にとらわれたりした時はどうでしょうか。これは確かに、最近多くの人が望んだものと違う結果を生み出すというテーマとして耳にしているようです。ミカエルは、このことに対する答えとして、この美しいメッセージをもたらしました。私と同じように、皆さんも気に入ってくれると嬉しいです。親愛なるあなた、私はミカエルです。ご挨拶とお祝いを申し上げます。耳を傾けてくださってありがとうございます。内側に耳を傾け、外側に耳を傾けてくださって、観察し始め、気づき始めると、戦士の姿勢が身につきます。しかし、それは平和の戦士であり、私があなたのもとにやってきたのは、平和の戦士として、あなたに平和の神髄を届けるためです。はい、私は青を持ってあなた方にやってきました。あなた方は青を見ているのです。なぜなら、あなた方は青を平和の本質、空、水と関連づけているからです。しかし、愛する人よ、あなた方が見るどんな色でも平和をもたらす可能性があります。なぜなら、平和は内側から始まり、外側からも始まるからです。それは、観察すること、つまり、あなたが考えていること、そして思考のループと呼んでいるものから抜け出すことができることに気づくことの中にあるからです。思考は繰り返し続け、それらはより低い本質のものであり、あなたは自分が泥沼に引き込まれていると感じ、どうすればそこから抜け出せるのか疑問に思うのです。なぜなら、抜け出すたびに、あなたはますます深く引き込まれていくからです。あなたが呼びかけて、助けを求めるとき、私たちはそこにいますが、それは協力して行う必要があります。では、それらの低レベルの否定的な考えが浮かんだとき、私たちはあなたに何をしてほしいのでしょうか。私たちは、ただそれらに気づき始めてほしいのです。それらが内にもたらすもの、身体で感じていること、心で感じていることに気づいてください。彼らを子供として考えることができますか？迷っている子供、叫んでいる子供、愛しい人よ、それが否定的な思考がすることなのです。それは私に注意を払ってと叫ぶのです。
子供が怖がったり悲しんだり泣いたりするとき、子供はどうしますか？子供は母親や父親のところへ走っていき、安心させ、抱擁し、キスし、絆創膏を貼ってもらいます。そして子供は再び遊びに行き、傷はもうそこにはありません。なぜなら、それを変えたのは愛だからです。ですから、私たちはあなたにも同じことをしていただくようお願いしています。最初のステップは、気づき、観察し、そして自分のフィールド、自分の本質にもはやとどめたくない考えを一つ一つ愛を持って認めることです。私のブルーピースを持ってきてください。それは多くの用途があり、多くの力を持っています。それは変容する力を持っています。あなたはその考えが水に洗い流され、汚れが落ちて、綺麗で輝き、明るくなり、新しい考えに変わるのだと考えてもいいでしょう。ですから、皆さんには湧き上がる思考を変え始める力があるという思いを、私は皆さんに残しておきます。確かに思考は皆さんを引きずり下ろす感情やエネルギーを伴って湧き上がってきますが、思考はただループを止める方法を探しているだけであり、愛する皆さん、その方法は気づき始めることです。判断せずに気づき、脇に退くことです。迷子の子供、傷ついた子供のように思考がやってくるのを待ちましょう。それを愛し、それが幸せに逃げていく魔法を見守ってください。私はあなたに愛を残し、力を残し、知恵を残します。さようなら。